ができたらいいなと思ってます。頑張ります。それが大和大学。学生のワクチン接種をスタート。どこよりも早く対面授業の再開。これからも時代のニーズに応える新しい学部の設置を検討している。支えていただいた皆様のおかげであると心から感謝をしているところでございます。激動の時代であるからこそ失敗を恐れず挑戦する姿勢を重んじ、大志をまとえという見学の精神のもと、新たな価値を創造し未来を切り開く意思を持つ人材の育成に取り組まれてこられました。その結果、大和大学です。志の核が大きく上がりました。大きく学ぶ大学で、一花も二花も大輪を咲かせられる子供たちを日本の社会のため、国のために作っていくんだ。こんな熱い熱い思いを話してくれたことを、つい昨日のように思い出します。こんな機会にぜひ学生の皆さんに出席していただいて、一つのいい経験にしていただき、そして、大和大学4年間の学生生活の一つの思い出にしていただきたい、こういう思いで、出席をお願いしたんですけれども、本当に大勢の皆さん、ご参加いただきました。本当にありがとう。4年間しっかりと、有意義な充実した学生生活を送っていただきたいと思います。大和大学さん10周年おめでとうございます。大丈夫ですか？あ、いいです。運営してくれてますね。つなぎで僕がなんか歌いましょうか。大丈夫。そうですか。はい、そうなんです。もともとそういう経験はあったんですか。西山和学園高校もこの2人で作りました。やっぱりかけがえのない青春時代のこの4年間、はい、やっぱり友人をたくさん作っていただきたいということで、友情を強調しましたです。あの東の創建、西の大和を目指すという CM を打ちましたら、まあちこちでネットで叩かれましてね。でもやっぱりあの子供たちに、いい夢と目標を持って頑張れという以上、大学側にも夢と目標ないと、そんなこと言う資格がないわけでございまして、続いては学生の皆さんにも大和大学について大いに語っていただこうと思います。よろしくお願いいたします。お願いします。教育学部ということは、じゃあもう将来の夢は？そうですね、大阪府の公立中学校教員を目指しております。はぁ、素晴らしい。もうしっかりしてるんです。
僕よりもハキハキと喋れてる。素晴らしいです。確かにね、はい、あの数学の教員目指しているので数学の専門的な学習はもちろんなんですけど、はい、あの本学の特徴として特別支援教育もございますので、うん、あのいろんな支援を要する児童生徒への配慮事項等も学習。もう先生になってますよね。完全にもうね、なんか説得力が喋り方が何かすごいですね。学生じゃない。学校に来たら確実に学校の先生になることができると考えて入学いたしました。はい、いずれ選挙に出ても成功するね。素晴らしいですね。すごい。それからあの利便性がやっぱり優れているので。利便性。あ、すごい便利なんですよ。しましょう。ちょっとごめんね。あの分からない単語出たら繰り返さなくていいです。ごめんなさい。静かに聞いておいてください。大人の皆さん分かっているので。すいません。すいません。そうなんです。一番自分が刺さったところは、はい、大学はすごい個人的自己責任っていうのが多いかなと思ってたんですけど、はい、クラス分けがされてて、うん、教員も担任制であったりとか、うん、すごい他の大学よりも教員が生徒に寄り添った部分が多いかなと思ったので、うん、病院の仕事であったりとか、うん、介護施設のところで働いている方々になるための勉強いいところは、うん、カフェのパンと、チョコタルトが大好きです。いいですね。いいですね。ケージの成り立ちであったり仕組みから、選挙であったりそういったあの今の社会問題に関する情報を多面的に学ぶことによって今の社会問題に対する考え方を養っていくような勉強をしております。はぁ、ちょっと一回ガーッて振ってもらっていいですか。なんか選挙の絵が見えますか。確かに、あの、うん、な分野に学んでいて、経済や経営はもちろん、政治とか金融関係とかもいろんなことについて選択して学ぶことができます。私はなんか少人数で先生と距離が近いっていうのにすごく惹かれて、なんか大学って結構距離が遠くて質問も聞きにくいかなと思って。そうよね、はい、そこで一番惹かれました。まあ、僕行ったことないけど大学全部落ちたから。理工学部理工学科の建築学専攻の浅野浩太です。ちょっと待ってください。テストが入りました。テストが入りました。はい、捕まえます。君ここの学生ちゃうな。違うな。いや、ここの学生ですね。本当に、はい、今まで見てたみんなのこの、うん、しっかりした感じ。そうですね、うん、まあ、みんなが、うん、結構賢すぎるんで、うん、まあ、僕も賢いですよ、一応けど、うん、賢くはない、まあ、無理やりかなと思います。将来の夢は宇宙建築です。宇宙建築る実際に、はい、やっぱ今後地球温暖化とかなって、うんうん、まあ、もしみんながこのみんなが地球に住めなくなったら、まあ、みんなの子孫とか困ると思うんですよね。そのために僕は宇宙に建築をして、はい、みんなの子孫宇宙に住んでもらおうかなと思ってます。頑張れ。頑張れ。そうなるように願ってます。はい、頑張れ。でもそれぐらい大きな夢を持つことはいいもんね。社会学部が3つのコースに分かれてるんですけど、はい、現代社会学コースと社会メディアコースと社会心理学コースがあって、はい、それぞれのコースに分かれて専門性の高い勉強をしています。いいところ、皆さん言ってたんですけど、はい、クラス分かれて担任制があるので、うん、クラスの中でも仲良くなれるし、うん、担任の先生ともすごく近い距離で話すことができるので、そこがいいところだと思います。本当みんな言いますね。そうですね。先生と距離が近い、はい、これでも大学にとって一番大事なことかもしれないですよね。大事ですよね。皆さんは、今1回生になるんですよね、ってことはまだ本当に入って1ヶ月、2ヶ月ぐらい、はい、2ヶ月です。どうですか、キャンパスライフは。いや、キャンパスライフは本当にやっぱ芝生がとても綺麗だったりとか、うんうん、まず芝生。拍手でお見送りください。Thank you.
最高。